スクトサウルスは、絶滅した、パレヤサウルス科の爬虫類の属。属名は、体中に散在する大型の革骨板にちなむ。他の爬虫類とは異なり、体の直下に位置する足により自重を支えていた。獅子は頑強で、体型もずんぐりとしていたほか、頭骨の左右に、フリルが突出している点が特徴である。当時における大型の植物食動物であった。 ピン2005-1537最初の化石は、ロシアの北西連邦管区のアルハンゲリスク州を流れる北ドビナ川の上部ペルム系の堆積物中の動植物種を整理している際に、同国の古生物学者、ウラジュミール・アマリツキーにより公表された。アマリツキーは1899年に発掘サイトを発見し、 彼と妻のアン・アマリツキーは1914年まで発掘を続け、異なる動物から構成される集団に属する、ほぼ完全でかつ間接した骨格を数多く発見した。第一次世界大戦のため、これらの標本の記載は遅れることとなった。1917年に、イギリスの動物学者デイビッド・エム・エス・ワトソンは、健康うこ骨の復元にキャプションをつけ、 パリアサウルスカルピンスキーと命名した。この記載はピン2005-1535に基づくものだった。その年の下旬にアマリツキーは死去し、死後に発表された。実際の学名はパレオサウルスカルピンスキーとなり、ホロタイプ標本はより完全な骨格ピン2005-1532とされた。3つの部分的な頭骨も発見されていたが、 アマリツキーはこれら3標本を、新種、P. エレガインズ、P. タバキュラタス、P. ホリダスに分類することを決めていた。パリアサウルスとパレイオサウルスはいずれも、南アフリカ共和国のパレイアサウルスの、スペルミスである。1930年に、ソビエト連邦の古籍追動物学者、アレクサンドラ・ポリノーバのアンナ・ハルトマン・ワインベルグは、 北ドビナ川から産出したパレーアサウルスの標本は一種のみであると主張し、また親族として分類できるほどパレーアサウルスと相違点があると述べた。アマリツキーはパレーオサウルスというユニークな属名を使用していたものの、これは単なるミスであったため、彼女はパレーオサウルスをパレーアサウルスのジュニアシノニムとし、親族スクトサウルス族を創設した。 スクトサウルスという俗名は日本語に訳すと、盾と影を意味する。なおこの時、彼女は種商名のスペルをカーペンスケに改めたが、1937年にはカーペンスキーに変更した。ワトソンが地震の論文の綴りを、本種の公式な記載として明示していなかったことと、カーペンスキーの綴りが普及していたことを踏まえ、2001年に、 オーストラリアの生物学者、エスワイリーは、動物命名報告最新議会に対して、カーペンスケの綴りを公式に無効にするよう、そして、著者名の引用を、アマレスキー、1922に定めるよう嘆願した。スペルミスの是正と、並行して、スクトサウルスの種は、新種記載とジュニア氏の二無化が続いていた。ハルトマン・ワインベルグは、 種商明のスペル変更とともに、部分的な頭骨ピミ156-2に基づいてもう一つの親族、プロイルジニア・ペルミアナを創設した。プロイルジニアは1968年に、ロシアの古生物学者、NN カランダージラによりスクトサウルスの、ジュニアシノニムとして扱われた。1987年に、ロシアの古生物学者、ミハイル・フィヨドズ・エヴァイッチ・ベクコは、 頭骨断ペンピン3919に基づいて、新種 S イテレンシスを記載し、S タバキュラタスを復活させたが、2000年に D がこれらの記載の正当性を否定している。スクトサウルスは、北ドビナ川の産地において、一般的な化石であり、完全度の高い6体以上の骨格と、単理した、無数の体骨格や頭骨要素及び皮骨板から、知られている。 スクトサウルスの標本はすべてアッパータタリアンロシアン、フォニルステージから算出しており、これは上部ペルム系のローピンジアン等に大まかに対応する。1996年に、ロシアの古生物学者バレリー・系ゴールビブは、産地のフォニルゾーン図を記載し、スクトサウルスのゾーンを、おおよそ中部ウーチャーピンジアン外から、中部チャンシンジアン外とした。 これは前期ウーチャーピンジアン期から始まるプロイルジニア、ステージから続くものである。スクトサウルスの頭骨頭部は平たい。頬骨は大きく膨らんでいて、先端が長く尖っている。頭骨の装飾突起は、他のパレーアサウルス類よりも一般に卓越する。上顎骨には、鼻孔のすぐ後方に、角が存在する。光外骨の後方には2つの大型の穴が、存在する。 すべてのパレーアサウルス類は、幅広な分部に密に詰まった、ブレード状の高い石製の歯を有する。口頭の数は歯や種によって異なる。スクトサウルスでは上あごに18本の歯、下あごに16本の歯が生えている。上あご歯の先端はやや外側を向いている。下あごの歯の絶足には三角形の量が、両角のランダムな歯に帯がある。 他のパレーアサウルス類と異なり、スクトサウルスは、頭骨の規定において、ベーサルツベラの間に、小型の結節が存在する。パレーアサウルス類は、ペルムキのいて、最大の陸生爬虫類であった。スクトサウルスは、はるかに大型のパレーアサウルス類で、全長は、約2.5から3メートルであった。全身は中央に棘を有する装飾突起を持つ荒い。 革骨盤に覆われていたと思われる。これらの革骨盤は互いに大きく離れていたが、エルギニアと同様に、肩体や腰帯の付近で密集する。獅子には、円錐形の小型のスタッドが備わる。パレーアサウルス類は、短い胴体と王が、特徴的であり、スクトサウルスの場合では、潜通よりも前の椎骨は19個である。パレーアサウルス類は、 ペルム期の植物食の四足動物のうち最も一般的な動物で、大型の体育と樽型の胸郭、そして眼強なしし、肩体、腰帯を有する。パレーアサウルス類の肩甲骨は大型かつ板状であり、腕の方へわずかに拡大していて垂直方向に向いている。肩胞は初期の亀と同様に短くかつ鈍く、肩甲骨の底部に位置する。 関節した標本においては、鎖骨と肩甲骨の間に、小さなギャップが存在する。初期のパレーアサウルス類では、肩甲骨に沿って、ギ鎖骨が伸びているが、スクトサウルスを含む後期のパレーアサウルス類では、失われている。鎖骨と鎖骨は短い。ドーシーは短く、高く、頑強で、大型、かつ強く湾曲したあばら骨を支持する。幅広な胴体には、 大型の消化器が収納されていた可能性がある。アメリカ自然史博物館にいて、死死を立てた姿勢での復元骨格スクトサウルスは、頑強な体格をした、爬虫類で、外骨格をまとい、頭骨は無数のスパイクに装飾されている。体が重く足も短かったため、早く移動するのは難しかったと考えられており、大型の捕食動物に狙われやすかったと。 推測されている。ティム・ヘインズとポール・チェンバーズによると、スクトサウルスの重厚な骨格は、強靭な筋肉に覆われており、特に頸部が顕著であった。皮下の硬い骨盤は、鎖肩びらのように機能した。また、彼らによると、頬骨が大型であるために鳴き声も大きかったとされ、鋭敏な聴覚を利用して音声によるコミュニケーションを行っていた可能性がある。 食料は、柔らかい植物であったと推測されている。イノストランケビアに襲われるスクトサウルスパレーアサウルス、類は長らく陸生動物であると考えられてきたが、現生の動物の解剖学的な類事例がないため、彼らの運動の範囲を評価するのは難しい。1987年に、イベクネンコは深い肩体が低く位置することと、 獅子が短く頑強であること、獅子の関節の軟骨が厚いことから、パレーアサウルス類が水性あるいは水陸両性の動物であるという仮説を提唱した。安定同位体分析や足ンの解析を含む、後続研究からは、アフリカ大陸とユーラシア大陸のすべての化石記録は、スクトサウルスが陸性の生態であったとして矛盾しないことが報告された。カセアカも、 同様に幅広の体型で、おそらく同様の移動様式を有していた。両分類群には細く多孔質の長い骨が共通しており、これは原生の潜水型の動物と一致しているが、全体的に重い動体により潜水は阻害されていたと推測されている。一方で、陸上で同様の重力に耐えられる動物の骨ははるかに厚い、長い骨を持つ。 2016年には動物学者のマークス・ランバーツらが薄い骨と低地の植物の接触に不利である短い頸部を根拠にカセや川主に水性の動物で短時間しか上陸しなかった可能性を提唱した全体として同意体比から得られる情報と解剖学的証拠で食い違いが発生しており骨の形状は生体よりも体重を反映している 可能性もある。他のパレーアサウルス類と同様に、スクトサウルスは、成長初期段階での成長速度が急速であり、周期的な成長インターバルを挟んでいることが、示されている。おそらく相対的に短い幼生期の後、個体は完全な、大きさの75%に達し、低い成長率でさらに数年成長を続けたと、推測される。 この成長速度変化は、生成塾の始まりを意味する可能性がある。溶石推定を用いた2021年の研究では、スクトサウルスの体重は約1160キログラムで、原生のクロサイヤウシと同程度と推定された。死子を横に張り出した姿勢のスクトサウルススクトサウルスは、浅い水域と乾燥地帯を周期的に繰り返す。 堆積層である、一様に赤いサロレブスカイユ類層から算出した。そう、一種の形状や厚さは、地層全体で大きく変化しており、それぞれの層が異なる、供給源からもたらされた可能性がある。地層の上部で小土壌は徐々に消失し、層圧は、数ミリメートル数メートルと不規則かつ、不連続になり、酸化鉄が還元されて生じたと思われる青色の、 反転が見られるようになる。これらの層は炭酸塩岩の層で覆われているが、その厚さは小さな節程度から最大1メートルまで様々である。古土壌や炭酸塩岩には植物の根による穴が開いているが、粘土岩シルト岩の隠れ木岩やレンズ状の薄い砂層では保存されていない。この類層は乾燥した平原が雨季の間に複数回の大規模な洪水で、 洗い流されて形成されたと説明されるのが一般的であり、高級的に乾燥した湖などの痕跡も見られている。スクトサウルスが生息していた動物章には、パレーアサウルス海イイハ海モクゴルゴノプスアモクテロケファルス類、キノドン類が生息していた。より古い時代の層とは異なり、ディノケファルス類は完全に姿を消している。 スクトサウルスはシカルキー動物賞で確認されており、当該の動物賞では、全社3つの分類群が主なものになっている。スクトサウルスを除けば、ビバクソサウルスが唯一確認されている植物食動物である。その代わりに、動物食性動物は多く、その中でも、最大の属がイノストランケビアである。他のゴルゴノプスアモクの動物には、 ブラボスラブレビアやソルオクトーヌスプログレサスがいた。他の動物植生動物には、テロケファルス類のアナオサージュズピートリー、キノドン類のドビニア、クロニオスクスカやシームリア型類の両生類が同定されている。植物では、様々な、線類や、オ柱バシダ植物、シダ種子類などが堆積している。ありがとうございます。